未来へのアンサンブル、ファイナルファンタジー13-2実況プレイ。皆さんこんにちは、わらにです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回からの更新じゃないな、収録から1ヶ月以上ちょっと経ってしまいまして、ツイッターでは少しお知らせしたんですけど、ちょっと更新がね遅くなってしまってすみませんでした。これからまた少しずつ更新できていければいいなと思うんですが、まずね前回からちょっと変わったところをお見せしたいと思います。まず前回の動画の終わりでセラのクリスタリウムの育成の途中で終わっちゃったかと思うんですけど、ひとまずセラの成長具合はこんな感じになっております。次ちょっとデスペル覚えられたらいいなと思っていたり、エスナとかもねちょっと覚えていきたいなって感じです。で、ノエルはセラよりもロールが一つ少なくって、こんな感じでエンハンサーをちょっとだいぶ育ててる感じですね。本当アタッカーとかもすごい育てたいんですけどまだまだって感じですかね。ちょっとレベル足りないのかなどうかわかんないんですけど、でここで衝撃の事実発覚です収録が全然うまくいかなくて、ちょっとねこの先の展開、展開は全然知らないんですけど、ちょっと何回も撮り直している感じなので少しずつ変わっていて、まずこの子がちょっともう名前つけちゃったんで元の名前忘れちゃったんですけどなんだっけこの子の名前、あ忘れちゃったはい、ちょっと元の名前は覚えてないし、あれなんですけど、ゴライアスくんが、前回かな多分全然気づかなかったんですけど、仲間になっていることに気づきまして、編集中に彼の名前と彼か彼女か分かんないですけど、で頭に四つ葉のクローバーをくっつけましたという感じですかね。で、パラダイムを少し変更したのと、アイテムでブラッドポーションをね少し買っておいたぐらいかな。で少しモンスターたちのレベルを上げたぐらいですかね。まあそんなとこですが、ちょっとまあいろいろあるので先へ進みたいと思います。すいませんねこんな最初からグダグダしてて、何分久しぶりなので少し緊張しております。この先行けないんですか？申し訳ありません、ここから先アカデミー関係者以外の立ち入りは。危ない関係者だよな。はい、ということでここで戦闘になります。でこれで、せっかくなんでライブラスコープ使っちゃおうかなと思います。でここでちょっと説明ねこの敵と戦うまで多分2回ぐらい挑戦したのかな。でどちらも途中で録画が止まってしまい、ちょっとだけね敵の行動パターンは知ってるんですけど、まあなんかやすやすと勝てる相手ではないという感じの印象です。で、特性が強烈な物理攻撃をします、危険な魔法攻撃をします、物理魔法の属性を合わせ持つ攻撃をします、ダメージを与えにくい状態になることがありますということで、この敵がねまあボス戦はいつもおなじみなのかな、ブラッドダメージを与えてくるので、それを回復するためにブラッドポーションだっけを買っておいたっていう感じですかね。はい、でまずこっちの味方を強化してもらいたいので、でジャマーとエンハンサーとアタッカーで徐々に攻撃を与えていく感じです。このねブラッドダメージが溜まっていくと本当に厄介でということに収録ミスのあれでたびたび気づかされたのでやっていきたいと思います。
コタロウがどんどん強化されていくんだけれども、回復してどうしようかな。もうちょい味方を強化してほしい。みんな耐えてもらって、ノエルにちょっとセラのセルを、 OK、 これぐらいでいいかな。でブラッドダメージと普通のダメージ、これ2種類のダメージがあるからすごい大変なんですよ。あ、外の救急車が、まだ大丈夫。で連続まで、なんだっけ、チェーンゲージを溜めつつ、ドライリガッサいっちゃうか。うん、大丈夫だ。ちょっとね、こっちの強化をしてるので、よし、そしたらケルベロスでガッツリ攻撃を当てていく。ちょっと怖いな。フェニックスで2個パンチ、はいはい、与えておいて回復するでしょ。そしたらケルベロスでフェニックスファング、ブレイクしてる間にねダメージをなるべく与えたいので、大丈夫。ちょっと怖いけど、いや、回復するか、次なんか予兆があったら。回復して、間違えた、ディフェンダー2人にするべきだったな。 OK、 んでギリギリまで、ギリギリまで相手にダメージを、うーん、テンション来るけど大丈夫、終わっちゃったか。そしたら、そう、この結界を張ってダメージを与えにくい状態になったので、こっちのステータスを上げつつ、まあ、ちょっとずつダメージを与える感じですかね。なかなかこっちのダメージが効かないので、それが厄介なとこ。まずい、見てなかった。何回戦っても慣れないものが来る。これね、モンスターの子たちにディフェンダーがいないので、あ、ちなみにゴライアスくんがね、あれなんですよ、エンハンサーなので、うわ、レプロガだ。よいしょ、そしたらこれで、そう、エンハンサーなので入れようかと思ったんですけど、育成をしないことには、間違えた、なかなかね入ってもらってもボス戦ではちょっと活躍しづらいかなと思うので、安定のネギマとコタロウとウキョウの仕掛けに入ってもらってます。よいしょ、本当に大変。行動がな、なかなか早いので、ここがめんどくさいな。そろそろちょっとあれをやってもいいかもしれない。ブラッド交渉が、みんなが来る。そしたらもう一回エンハンスを入れてもらって、大丈夫か、大丈夫じゃないな。これもっと上手い戦い方があるのか、それともレベルが足りてないのかちょっとわかんないんですけど、ちょっとあれ、トライビザスタイで攻めちゃいましょう。うわー、ブラッドダメージきましたね。部長の連続魔をやりたいけど、そんなに時間が、あー、ちょ、あ、ダメだ。久しぶりの戦いということもあり、ちょっと緊張しております。ノエル耐えれる？ OK、 そしたらちょっとフェニックスで一回回復しつつ、ブラッド交渉いきますか。
どれくらい回復するか。いいねいいねいいね。よし、じゃあラッシュアサルトでブレイクブレイクブレイクいけ。オッケーオッケーオッケー。そしたらキルベロスのマリコさん、コタロウ頼りにしてるよ。強いんだよねコタロウのあれが。ブレイクの間にダメージを与えたいんですが、こっちの強化もできるだけしたいけどちょっときつい。先に回復して、これきついな。よいしょ。まずい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 。ネギマがネギマがねちょっと落ちやすいというか柔らかいというかって感じなんですよね。はい、ちょっとまた録画が止まってしまったので熱いとこではありますが、やっていきたいと思います。みんなが来る。ネギマだな。これ全体攻撃だから意味ないのかな。いけ。してからのドライディザスターで連続もやっちゃうか。はい、いけ。できるだけダメージを与えるんだ。いいよ。よいしょ。うわーきつい。フィニックスで回復してせわしない。本当に世話しない。次ラッシュアサルト行くか。 OK。 ちょっとノエルの体力が心配だけど、で一発与えたらトライディザスターで一気に、うチェーンゲージを食べたかった。あーきつい。よいしょ。ちょっと挑発やめて、ブラッドポーション足りっかな、これ。ノエルが。オッケー。間違えた。いや、一発ダメージ与えつつ、まあ、天使はもうちょっと、今回は気にしない。部長の体力が心配だけど、攻撃を先にやっちゃう。はい。あれですね、コマンドは結構固定な感じですね、きっと。で、ストパンチ。はいはい。OK。で、回復して。ネギマが、大丈夫か。大丈夫。そしたら。来る。削りたいんだけど、相手のスピードが速いんだよな、これ。フェニックスで回復して痛い。ちょっときついな。あ、切れる。そしたらポーションで回復して、まずい、間違えた。でもいいや。フェニックスでまた結界か。そしたらラッシュアサルトで一回攻撃をノエルに入れてもらって、ジェシェガが来る。ジェシェガはまあまだまだいいんだよな。あと 2,3 回ブレイクすればいけるでしょうか。うー痛い。ネギマの体力が心配だ。よいしょ。ノエルを回復して、大丈夫。回復したら OK。 それで相手の強化と
間違えた、相手強化しちゃダメだよこっちの強化と相手のジャマーほとんど役に立ってないけれど OK。 こっちをね強化すれば相手がなんだっけ、レシェガを使ってくれるのでターン稼ぎにはなるっていう。そろそろブラッドポーションを使いますか。足りないなこれ。まあ転職来る、大丈夫、プロテスのおかげで多少は守られている。これで一旦回復した方がいいかな。大丈夫、ネギマが、ネギマが、ネギマ自分で回復して。そしたらドライディザスターで連続マ、はい、ブレイクゲージをシェイク、シェイクだってチェーンゲージをできるだけ止めて、ルインが大丈夫か。ギリギリきついね、相手早すぎないこれ。みんなそんなスラッと倒せるもんなんですか、ここ。ちょっと私には無理うわーまた来る、ネギマがだいぶきついな。そしたらトライディザスターで、2人は大丈夫でもさ、あ、来ちゃうけどまあいいや、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと待った、惜しんでられない、私は勝ちたいこの敵に一回フェニックスじゃなくて、間違えた、フェニックスが、よかった、どんどん攻撃強くなってない。でもあとちょっと、あとちょっとなんだよ、頑張ろう頑張ろう、キルベルスで押し切ってしまいたい。ちょっとお、このターンは戦いに費やす、あとちょっとなのに、まあいいや、回復するでしょう。そしたらもうちょっと堅実に行きます。あと724、いやでも1しか食らわないんだよな、1ではなかった、ちょっとずつ食らってる、ちょっと地道に行きます。うわ猫パンチを食らえ、ネギマの、ネギマの猫パンチ、フェニックスでフェニックスして大丈夫。そしたらあとどれくらい、650、全然減らない、全然減らない。レシェガが来たな、でも大丈夫、やっぱシェルやってもらった方が手としては楽だな。それはまずい、それはまずい、あーネギマがギリギリだ、よし、そしたらトライディザスターで連続マがどれくらい効くか、1かチェーンゲージ貯めよう、うそれはまずい、それはまずい、それはまずい、ちょっとネギマが心配だな。4、危ない、ポーション使ってちょっとブラッドダメージが半端なくきつい、あとどれくらい減らないね。トライディザスターで最後のマテンショー来る、あ危ない、フェニックスでちょっと目まぐるしくて何が起こってるか私自身もあんまり分かってないけど、うっ、来る、こっちを耐えれる、耐えれる、よーしよ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 し、375、でも
最悪あとの2人でなんとか押し切れるかもしれないけど、オッケー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 、いいよ、あ、ソニックファング的命出なかった待って、目標タイム5分なの？ちょっと信じられないな。相当下手なんだろうな。この風にならんって この手のモンスターは追い詰められると時空稼働を起こすんですよ。かっこよ。有効な対策は電磁ショックですね。お久しぶりですセラさん。あなたホープ？ホープくんだよね。かっこいい。覚えていてくれたんですね。誰？ああ、アカデミー第一研究ユニット主任、ホープ・エストハイムです。主任。あなたはノエルさんですよね。正解。誰かに聞いた？数年前ビルジー遺跡にセラさんと一緒に現れた。あれからゲートを分析した結果、ここに現れると予測されていました。へえ。こうして会うまで信じられなかったんですが、本当に時を超えて無事でよかった。僕の時間は止まっていたんです、うん、みんなが消えてしまってから。ホープくん、ここあんたの感覚だとセラがいなくなってから何年も経ってるんだな。セラさんだけじゃありません。スノーもサッツさん親子も、みんなこの10年の間にどこかへ消えてしまいました。クポ、そっか。数年前にパラドクスが発生した時、この謎が解ければ皆さんに会えるかもって。もうホープ先輩、私を置いて先に行っちゃうなんてひどいんじゃないですか。アロア台の趣旨。私より年上になっててびっくりしたけど、ホープくんはやっぱりホープくんだった。お姉ちゃん、ホープくんは静かに話を聞いてくれた。私だけがお姉ちゃんの笑顔を覚えてたこと、お姉ちゃんとバニラたちを救うためにスノーが旅に出たこと、それからノエルが未来から来たことも。お二人に見せたいものがあるんです。お話は歩きながらでも。ご案内します。では。13の時から分かってはいたけど、どうしてアカデミーに参加したの？ホープめっちゃイケメンに育ったな。ファングさん、ライトさん、僕らの戦いはあまりにも犠牲が大きすぎました、うん、お姉ちゃんもバニラたちも命を守りたかったんだと思う。私たちは命をもらったの。道を開けてもらおう。いやにしても時間かかったな A フラグメントじゃなくてオートクリップ。あ、サッツも出たけど、まずアリサから行くか。アリサ・ザイデル、ホープの右腕を務める補佐官、ゲートとパラドクス研究の第一人者。 AF5 年、ビルジー遺跡で発生したパラドクスについての報告書がホープの目に留まり、第一研究ユニットにスカウトされた。出世頭のホープに見出され、要領よく出世したと見る者もいる。しかし時空論に関する知見は深く、ホープに研究分野の一翼を任せられている。やっぱ有能なんだな、アリサさんは。サッツはちょっと先にホープ見ていくか。ホープエストハイム、いや本当イケメンだな。いくつなんだろう今。アカデミーの若き指導者の一人、少年時代ライトニングやスノーと共に国運を救った元ルシの青年。不眠不休で勉学を重ね、飛び級で学位を取得。
アカデミーには発足時から参加し、カムナー卿、わずか数年で第一研究ユニットのトップに上り詰めた。そうだね、なんかアカデミーは実力主義って言ってましたもんね。カタストロフィーでファルシと戦った経験から、人間が自立するためには科学の力が必要だという信念を抱いており、アカデミーの理想を体現する人物として注目されている。相当偉い人物になったわけだね。サツカツロイ、会いたいよサツ。ライトニングと共に悟空を守った元ルシの男性、髪の上にヒナチョコボを飼っている。いや、トリさんももう性チョコボ、成人とかじゃないもん、成長になったのかな。同じ苦しにされた幼い息子トッチを救うために戦いに身を投じ、息子を呪われた運命から救った。本職は飛空艇パイロットで、その腕は一流。カタストロフィー後も操縦士を続けていたが、ある日息子と共に消息を絶った。これはヒナチョコボじゃなくてトリさんも一緒に消えちゃったんかな。謎が多い。どうしてホープだけは消えなかったんだろう。まあ良かったんだけどね、結果的には。ホープ話聞きたい。僕らは未来を託されたんです。ファルシに飼われるのではなく、人間の力で社会を作るために研究を重ねる、それが僕にできる償いなんです。セラさんにとってここは近未来の世界なんですよね。いろいろ聞いておきたいこともあるんじゃないですか。お、この7年後の近未来の世界についてホープから聞いておきたいことはあるだろうか。アカデミーは大きくなった？どうしてアリサと一緒？どうして大人になったの？パラドックスについて何か分かった？まあそのオートクリップを見る限り、まあ、アカデミーアリサと一緒はまあまあ分かったとして、どうして大人になったのは未来だからということで、パラドックスについて率直に聞いてみましょう。パラドックスって何かアカデミーでは突き止めたの？簡単に言うと時空の変調です。過去と未来がこんがらがってる。そうです、皆さんが消えたこととパラドックスの関係、あらゆる可能性を検証して、それが時間を超える現象だと分かったのはつい最近のことなんです。何年もかけて大変だったんだね。でも今目の前に探していた人がいる。これは人間の未来にとっても、僕個人にとっても大きな一歩です。ホープ本当に頑張ったんだね。元から能力は高そうだと思ってはいたけど。5年ぶりなんですよね、ノエル君、セラさん。全然変わってなくてびっくり。アリサもね。当然あの時アリサと会ったのも遺跡だったよな。遺跡は人々の記憶にとどまる場所、記憶と記憶、時の重なりやすい場所なのかもしれませんね。なるほど。5年の間に随分勉強したんですよ。ここがパラドクス研究の最前線です。ここが本部みたいなもんか。不思議な日食ですよね。5年の間、よし、こんな感じかな。ちょっとカメラワークが先に進む前にここの探索をしようかな。キャットフードと思います。ここは登れないと。すぐに報告しますから。いろいろ話も聞きたいし、間違えた。お願い、アイテムも回収していきましょう。安心の古墳、いいね。安心の古墳、デシルへの耐性が 66% アップ、結構いいんじゃないか。まあ、とりあえずつけずに置きましょうかね。なんだ、いやでもこっちレベル本当に低いんかな。あ、すごい集まってきた
前回も集まってきましたけど、これきっとモムの力にみんな驚いてるんだよね。ずっと前からお会いしたかったんです。私、お二人のおかげで研究を続けてこれたんです。へー。10年前の悪夢を昨日のことのように覚えてます。あれから私は人生の目標を見つけられず、仕事もサボりがちでした。でも5年前ビルジー遺跡での体験で変わったんです。なんか直接関わったりとかしたっけ。突然現れたあなた方がどこから来たのか、その謎を解きたくて夢中で研究に打ち込んできたんですよ。なるほど。目標とする人は主任です。研究者としてだけでなく人間としても尊敬できる方ですから。いや、ホープに憧れるのはすごいわかる。10年前の悪夢、あれから私は。でも5年前、これでこの人の話は聞けたかな。大発見、期待してる。すごいアイテムの音がいっぱいするんだよね、いろんなとこから。まずこの上に確かあった気がする。あれ、ないな。お、アイテムがありましたよ。万能薬、いいね。まだこっちにあるな。この顔なんだろうね、気になる。これがファルシなんかな。さっき男の方、男性の方がね、ファルシがいるんだよって、発掘されたんだよって教えてくれました。え、何これ、カーバンクル。待てよ、アクセサリーっぽかったな。やっぱそうだよね。かわいい。小太郎似合うな。小太郎はとことん可愛くしたい。カーバンクル乗っけよ。オッケー。愛らしさが増しました。オッケーオッケー、いいぞ。あ、あそこにまたアイテムがあるんだけど、あそこはどうやって行くのかな。また違う道があるのかな。よいしょ、行けないもんね。調べられないし、まあ、ひとまず置いておきましょう。よっ、 OK。 とりあえずこの辺は探索したかな。行けないとこ以外は探索したと思うので、先に進んじゃいますか。ゲートはどんな空間。じゃあ物語が気になっちゃうから先に進みます。主任のお客様ですか。どうぞお通りください。ご苦労様です。アカデミーって研究組織なんだよね。どうして軍隊を持っているの。ファルシの力に頼らず、人間の力で人々を守る、単純な現実ですね。時の乱れがモンスターを発生させるんです。パラドクスを解決する知恵と脅威に対抗する力、どちらが欠けても守れはしません。なるほど。ちょっとアイテムが気になるな。とりあえず多分次はホープに話しかければいいと思うので、ここの探索をしていきましょう。魔除けのお札。なんか締め切りにでも追われてるのかな。あれ、なんか今アイテムなかった？気のせいかな？あ、あったあったあった、やっぱりあった。よし、ありがとうモグ。ギサールの野菜いいね。すごいな。あと下の方になんかアイテムありませんでした。うん、とりあえず見てきたのでアリサに話を聞いてみましょう。前会った時、別の時代から来たって教えてくれればよかったのに。二人が突然消えて5年前は大騒ぎだったんですよ。モグちゃんも相変わらずモフモフしてますね。すごい、モフモフだって。間違えた。モグは触ってみたい。なんかムニムニしてそうでいいよね。
人が突然。よし、じゃあホープに話を聞いていこう。本当にあれから10年も経つんですね。長い道のりでした。セラとの10年ぶりの再会に感慨を覚えている様子のホープ。彼にどんな話をしよう。遺跡の話をする、ライトニングの話をする、スノーの話をする、サッツの話をする。全部聞きたいな。いやでも今んとこサッツが本当に消えちゃったっていう情報しかないんでサッツについて私は聞きたい、本能のままに。サッツさんとドッジ君はどうしてるんだろう。連絡が取れないんです。ドッジ君を連れてグランパルスに移ってパイロットをしてるって話は聞いたんですが、ある時二人とも急にいなくなって、かなり探したんですがダメでした。みんな本当にバラバラになっちゃったんだね。ええ、だからセラさんに会えたのは僕の救いです。サッツさんもスノーも今は違う場所にいるけど、みんな目指すものは同じじゃないかって思い始めています。いやさすがあの戦いを乗り越えただけあってホープは強いな。でもさ、その視線をくぐり抜けた仲間が誰一人自分以外にいなくなっちゃってって、だいぶ精神的に来ることは間違いないでしょうね。セラさんが元気で本当に良かった。あ、全部聞ける感じ。じゃあライトニングの話は一番最後にしようかな。じゃあスノーで。スノーの行き先、ホープ君は聞いてない？すみません、何も。旅に出て以来スノーは一度も戻っていないらしいです。10年ぐらい帰ってないのか。俺たちと同じように時間を旅してるんじゃないか。可能性はあります。スノーなら現在の時空を覆う異変、ゲートとパラドクス現象に気づいてるはずです。なるほど、スノーはスノーなりにそっちを追ってるんだろうね、きっと。みんなはどうしてるのかな。じゃあ遺跡の話で、これライトニングの話聞けなくなったりしないよね心配。聞けない感じじゃないこれ。あ、これ最後に聞けばよかったのか。古代都市だよね。パドラの都と言われています。時読みの一族と呼ばれる人々の王国だったそうです。時読みの一族、ここに昔時読みの仲間がいっぱい住んでたってこと。仲間という言い方が正しいかは分かりませんが、巫女を頂点とする社会だったのは確かです。見えているか、ここにいること。時読みの一族、初めて聞くな。この国パドラは巫女がリーダーだったんだよね。はい、巫女は時を読み未来を見て国のすべてを動かした。ユールだ。ああ、それがあの子ね。住民はっていう時点でこの子かなという可能性には行き当たりましたけど、オートクリップは出てたりするかな。出てないね。 OK。 ちょっと一旦ここでセーブしておこうかなと思いますどれくらい物語が進んでいくかわかんないんですけど、一旦ねここで収録自体切っておこうと思います。まあ、やっと昔の仲間に直接、昔の仲間、うん、私からしたらね13で一緒に旅をした仲間と直接出会えたのがホープが初めてだったんで、すごい私としても感慨深かったんですけどサッツも消えちゃったってなると、ホープもいずれ消えないかってことが少し心配ですね。まあ、次回もとりあえずホープの話を聞いていろいろ考察していきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。